はい、どうぞ。はい、警備の我妻と野呂ですということで、とりあえず撮ってみたパターン、はい、ちょっと今撮影が何本か終わりまして、お疲れ様でした。これからもね、ちょっといろいろまたアート系の、ね、撮影が待ってるわけですけど、ちょっと時間がありますので、はい、そうですね、はい、どうか最近、最近ですか、僕はね、結構長いこと体調崩しちゃった。じゃあね、そう、なんか熱と格闘してる間に1万人いっちゃったみたいな感じでそうです、確かに、そこからのやっぱり伸びがね、やっぱりすごくって、だからもっとこうどんどんこう広げていかなきゃみたいなフレーズにどんどんなっていって、またこう楽しみになってきましたね、警備自体が。確かに、警備の話するじゃん。警備の話します。本当に今アドリブだからな。あ、全然なんかトークテーマ全くないんですけど、企画会議的な感じにもなりそうです。確かに、こういうことしていきたい。確かに確かにね、そうそう、警備術部ちゃんとやろうかなと、うん、ちゃんとっつっても今までちょまでやってたんだけど、うん、なんかこう、なんすかね、やっぱ SNS のメディアって儲かんないんですよ、基本、うん、だからあんまり投資してどうなのかっていうのをまずやってみて、これ決めた方がいいなと思ってて、うん、若妻君のおかげでね、本当にもう1万2000人、もうすぐ3000人だよね、はい、本当に形になってきたんで、ちゃんとお金かけて頑張ろうかなと。そうですね、ありがとうございます。ね、横丁遅いですよ。まあそれでね、荒木さんってね、また新たなメンバーを入っていただいて、はい、今後ブラッシュアップしていきますからね。楽しみです。ねね、なんか僕がなんか片手間じゃないですけれども、なんか、まあ、これでいいかと思ってやってたことをちゃんとこうプロのね人にこう綺麗に仕上げていただいたりとか。またちょっと、ね、もっとねこうメディアっぽくこうしていきたいなっていうので、そうだね、今はねご紹介だけにとどまっていて、まあコンテストとかもあったりするんですけれども、読み物としてもね、いろいろと展開できそうなポテンシャルがあるのがこのイラストレーター業界だと思うので、そういうところもね、まあその頭脳である野呂さんのご指導のもとをちょっと広げていきたいなと思ってます。なんて最後なんつった、なんつった、ご指導のもと、あとなんつった、なんて言ったんだろう、なんつった、ご指導のもと頑張っていきたい、あ、頑張っていきたいですか、かな、あ、ふざけていきたいまあ、ふざけていってもいいと思う、いいよね、まあ、ビールズは僕にね、そうだね、びっくりした、場所に来たのに、ふざけていきたいって、あのテンションでふざけていきたいふざけていきたいね、でもね、でもふざけ、そうですね、ふざけていきたい ね、こういうメディアってやっぱりこう、なんだろうな、綺麗にまとまるとか、うんうん、ちょっと生きちゃうところがあると思うんですよね。そうそう、そうなのよ。それは僕としてはあんまり好きじゃないというか。俺もなんですよ。生きてる人僕大嫌いなんですよ、ね。俺もなんですよ。なのでドヤみたいなね。ドヤみたいなね。まあ、そういうのも、まあ、表現の世界では 大事だと思いますし、そういう方もたくさんいらっしゃるというのもわかるんですけれども、うん、まあね、ちょっとそこはこう柔らかくしていきたいなとは僕は思ってはいる。いや、いいのよ、その作家さんとかアーティストさんがドヤってかっこいいのは全然いい、その表現だからいいんだけどさ、うんうん、それを紹介するって人がさ、どうやってたらちょっと違くないって思っちゃうんだよね。そうです、そうです、そうです、これなんかね、そうですよね、例えば合コンとかで、お、何やってるの、何って言って、アートの編集中やってるまあ絶対嫌じゃないですか、嫌だね、嫌なやつだわ、なんかさ、経理を縦にみたいな、絶対そういう人にはならない。そうだね、すけれども、いや、まあ SNS でね、うん、こうやってなんかアートとか、ね、イラストレーターさんとかアーティストさんが紹介するみたいなのもそんなないから、うん、なんかね、こう一石を投じたいよね、一石を、あ、ちょっとだってなんだね、これはもう警備通部で話したけど、うん、こうめちゃくちゃアート溢れてるのにさ、全然気づいてない人多いじゃん、多いです ね、 ね、それをアート溢れてるぞっていうのをもっと出していきたいよね、出していきたいです ね、 ね、なんかもうやっぱり第一関門は突破したかなというか、その1万人を突破してちょっとね、そのアートメディアの中でも突き抜ける存在になり得ているというところなので、そういった存在というか、ね、そういったメディアがこういろいろ挑戦できるなと思うので、戦っていきたいなと思いますね。誰と戦うなんかそういう今までのね、あれ、今までの既存の文化ともちょっと
あ、そうなの。俺戦いたくないんだよね。戦いたくない。戦いたくないから別のカルチャーでしょと思って。あ、なるほどね。戦うの嫌なんだよね、俺。そっかそっか。うん、なんかなんつうの、今までの業界変えようってこと全く思ってない。あ、そうなんですね。今までにないこうカルチャーができ始めたなと思う、うん、そこをもっとフューチャーしたいなっていう。うんうん、だから戦いたくない俺は。みんな仲良くやりたい。拳を上げずにね。上げずにみんな仲良くやりたい。っていうのはいいと思います。そういうね、いいと思います。はい。あれなんか言おうと思ったのに忘れちゃったな。言おうと思った。なんだっけな。まあいいや、忘れちゃった。思い出したらね。思い出したら言おうことで。そうだなぁ、だから、うん、今いろんなね、作家さんが出てきて、うんね、次から次にさ、いい人出てくるからね、追いつかないだろうもんね。そうですね、インスタもそうですし、今ツイッターもね、やっぱりもともと盛んにやってた方がどんどんこう、ね、別のメディアにこう流入してきたりとかっていうのもあったりとかして、うんうん、本当にいろんなメディアにいろんなアートがこう芽生えてるっていうので、私たちもね、すごいアンテナを張り巡らせているようなところでございますが、ね、まあでもさ、俺らもずっとリスト作ってんじゃん、はい、全部チェックしてさ、はい、相当の数になってんじゃん。なってます。なんかこううまく活用したいよね、そろそろ。そうですね、なんかこう、うん、それ見たらトレンドが分かるとかさ、はいはいはい、こう今こういう人に人気とかさ、うん、分かったりとかすると面白そうだな。確かに確かに。今完全に個別でみんななんか、うんね、盛り上がったりするけど、こう全体を可視化できたらもっと全体が盛り上がるんじゃないかなっていう。そうですね、なんかあれ、これオフレコかも分かんないですけど、オリジナルのハッシュタグ作るとかって話もあとかね、うんうん、こうそのね、オリジナルのハッシュタグ、まあ私たち KB YouTube っていうのもありますけれども、他にもちょっとそのアーティストさんのテイストでこう分けられるようなこうハッシュタグを作って、それを押すとね、あ、こうなんか綺麗にこうジャンルだね。そうだりたいな、俺も。っていうのも、そう、メディアとしてもすごくいいなと思いますし、うん、やりたいこといっぱいありますよ。ありますね、うん。やっぱ一つその手応え的なところで、その1万人っていう数字もそうなんだけどさ、やっぱこう作家さんたちとつながってる感がすごく増えたじゃん。そうですね、密にやってる感があって、ね、そこはなんか数字よりそっちの方がなんかね、手応えあって、うんうんうん、うん、だからもっとやりたいなと思えたというかね、うん、すごくそれがいいことだなと思いました。確かにいいことだな。フォロワーが増えると、フォロワーが増えたなりの悩みとして、うん、この中で何人か私たちのことをちゃんと見てくれてるんだろうっていう悩みになると思うんですけど、うん、その点については結構その、ね、8000人とか9000人とかの時点で警備コンテストですねとかを通して交流ができてたので、その点はあんまりこう心配することなく1万人到達することができたっていうのはすごく嬉しくって、ね、やっぱり1万人になったからといって、まあ、おごらずにというか、皆さんとこう密にこうなんだコミュニケーションを取っていくっていうスタンスは崩さないようになんかやっていければ、なんか幸せに私たちも生きていけるかなって思ってますね。ですね。はい。本当、優しい世界だね、あそこは。優しい世界ですね。どうも。インスタのライブ配信とかするとさ、はい、みんなコメントくれてさ、うん、みんな優しいじゃん。優しい。本当もう癒されるもん。本当に癒されるもん。癒されますね。やっぱりね、そう。そういった意味でも本当に私たちもね、皆さんに生かされているような気がして、いや、そうですごく感化されているので、もう僕たちもね、チャレンジ企画ね、うん、YouTube とかね。あ、YouTube のチャレンジ企画？かね、僕も全然できてないので、うんうん、でもやっぱりやりたいなって思うので、やろうよ、ね、そういうところでもちょっと皆さんともこう、ね、見てもらいたいなって気持ちもあったりしますね。次何しよっかな、次、あ、はい、そうだ、俺あれやるんだよ、俺とりあえず個展やろうかなと思って、あまさかのここで発表。そうそうそう、おめでとうございます。いや、まだ何も言ってないんだよ。絶対ですね、個展が発表ということで皆さん楽しみにして。そうだよ、いや、何やるんですか、個展で。あんま決めてない、あんま決めてない、うん、とりあえず個展やるって決めたら何かやるんじゃないかなっていうのを YouTube でやろうかなと思って、うん、あ、いいですね、うん、
まあ、一個なんかこの前やってた俺ね、あの国足無償って真っ黒な無償棟梁無償国足無双じゃあ国色無双国色無双国色無双っていう真っ黒なすごい黒の塗料を使って物を塗るとすごいなんかね立体が平脚に平面に見えるみたいなものがあって、うん、やってましたね。それをね塗るのがね好きすぎて結構、うんうんうん、もうそれだけの古典やろうかなみたいな黒く塗っただけの古典やろうかなみたいな。あでも本当にあのね並んだ感じが美術展みたいな感じでした。やばそうじゃん、その真っ白な部屋にさ、うん、もう真っ黒のものがただ並んでるだけ、うん、やばそうだなと思って。いやすごいですね。いやなんかっていう古典をやろうかなっていうのを今面白い、なんつうの何も考えてないけど、はい、決めちゃったらなんかやんじゃないかなと思って。あいいと思います。今言ってみました。そういう踏ん切り大事ですね。はい、じゃあちょっとライブペイントはあの自分を自らやれあの体めっちゃ悪いからねあの塗るとき手袋マスク必須直塗りしたらマジ死ぬんだよでもだから全身黒タイツだろうな。全身黒タイツやばいですね。同質化するんだろうね。あなんかねそこにいや在来宇宙はどこかにどこかにいるみたいな引く変態じゃないですか。引くわそれ面白いなとかやりたいな。ね、古典っていいですよね。アーティストになってみるというのは、ね、だってアーティストって言っちゃえば俺もアーティストだからね。アーティストですよ本当に。まあ実力どうかとかねあるけどね、うん、まあやってみたらいいんじゃないかっていうね。応援します。ありがとうございます。ありがとうございます、だっていやこの前話したじゃんこの前も、はい、俺らの課題は何なんだと、うん、自分でやるしかないんじゃないかっていう結論だったじゃん。そうですね、やるしかないよ自分で。やるしかないです、ね、やるしかないっすよ。やっぱしクリエイティブしていきましょう。でもなんかやっぱりインスタライブとか見てると YouTube 見ましたって言う頭にくるよね本当ね。いらっしゃったりするのでこれはちょっと適当なことできないなと思って適当で、まあ、適当な人間なんですけどね本当に皆さんが思ってるよりも本当に 数千倍適当な人間なんですけど、そのなんかラフさみたいなのをこう見せていきたいですね。見せてよ。見せてきたいや夏間くん本当はねもっと引き出しめっちゃあるんですよ。皆さん見にしてないですけどそうですか、ね、本当引き出しまだまだあるんで出し惜しみするからね。そうそうだな。どうですかね。なんかね野呂さんがねドッキリ仕掛けてやるみたいに言ってますけど、うん、で僕がね仕掛けるかもしれない。ああなるほどなるほど、そっち系になっちゃうYouTuber っぽいななるほどね、ドッキリね。でも最近なんか やりたいなっていうアートは、うん、ビーズとかやりたいです。あ、ビーズ？ビーズ。あー、なんかあれこう詰めていくやつ。あ、なんか最近はこう並べてシュッシュしてアイロンかけるとなるやつあるじゃないですか。あれじゃなくて、あの針を通して、おー、そういうこと？そうやって。え、もうあれじゃん、手芸じゃん。手芸です。へー。そっちなんだ。僕はあのでもビーズはもともと昔は好きでやってて、うん、でもビーズ自体がすごく希少なものっていうかあんまり 見なくなったというか。そうなの。そうですね。なんかそういうのよりかはそのなんかシュッシュするタイプのものがなんか主流になりつつあるんですけど。楽だもんね多分。楽です。そう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 、ちょっと昔のそのワクワクした気持ちを思い返そうかなと思った時にちょっとビーズやってみようかなとか。いいじゃん、なんか細かい作業好きそうだしね。そうですね、細かい作業ね結構好きなんですよ。いいじゃん、ね、ちょっとやっぱり、ね、このご時世、ね、元通りの生活みたいなのはなかなかまあ難しいと思うので、うん、そういったお家でできるようなアート作品みたいなのをちょっと皆さんとこうなんか紹介しつつみたいなこともできたらなと思って、うん、将来的にはなんだあの人みたいになるかなと思って。誰？ゴロリ。ゴロリじゃない、ゴロリ、ゴロリじゃない、誰ゴロリ、ワクワクさんだ、ワクワクさんか、ワクワクさんになろうかな。ワクワクさんって工作じゃんそうそうそう、ね、アーティストだろ。そう、なんか手仕事系でね、ちょっといろいろやってくる。なるほどね、そうそうそう、手仕事系って意味でね。そうそうそう、なるほど。ちょっとね、僕はなんかこう一つをこう極めるっていうのが多分難しい人間かもしれないなと思って。広く浅くなので、こう今日はこういうのでこういうの作ってみようみたいな、はい、あの歌のお兄さん。ああ、歌のお兄さんいいじゃん。お兄さん、ね、あその感じあるよ、歌のお兄さん。あ、本当ですか。じゃあちょっと YouTuber として。いいじゃん、いいじゃん。なんか
そういうのもできたらいいなとか、ね、ちょっとブラックお兄さんがいいな。ブラックお兄さんですか。いや、松本くんあれじゃん、こうすげえドロドロしたとこあるんじゃん。あります、ね、あれ隠すね隠してくれ。いやもうね、本当に、いや一人でいるとこ見せられないですよねなんかちょっとこんな優しい雰囲気ですけど、絶対ド S なんですよ。いやいやいや、僕は思うに、いやいやって、これもうこの顔がもうこの顔がもうさ、いや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 、ね、ちょっとそういうところね、皆さんに見せていきたいですけどね、まあ見せられれば全然そういうのも知らないですけど、オフ会とかでね。オフ会ね。オフ会とかで。オフ会実際だったらやばいやつみたいな。ああ、怖い怖い怖い。そうそうそう。めっちゃ怖いやん。いいですね。なるほどね。確かに、あ、会いたいですっていう人がね、出てきてくれると嬉しいですけど。おろ。うん。オフ会とかね。オフ会とか、やっちゃいますか？ええー。まあ、誰も来ないだろうね。まあでもほら、似顔絵イベントとかね。あ、確かに確かに。そうそうそう、この前来てくれたよね。そういえばね。KBS 部の方が来てくださって。確かに確かに。あ、なんか、あ、ちゃんと繋がってるんだなっていう気持ちになりますね。これ嬉しかったな。嬉しかったです。また来てください。はい、これからもね、イベントをやるはずなので。ね。はい、もう少しで告知できると思いますけどね。はい、そうなんですよ。またイベントありますんで。やりますので。お楽しみに。お楽しみに。ね、ちょっとね、いろいろ。ここはちょっと難しいかな、出にくいかなみたいなところが、あ、あ、なんだ、あ、ここは切りますまあね、なんかそうそうですね、私たちこう拠点がね、東京なので、うん、こうね、でも KB 地区の方は、ね、いろんなところに散らばってるので、確かに、ね、なかなかね、リアル難しいっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、ね、また東京じゃないところでやったりとか、うん、とかもあるかもしれないですし、あるかもしれないですね。ね、なんかオンラインとかの企画とかがあるかもしれないし、みたいな。もうちょっとね、楽しんでいただけると嬉しいです。ですね。はい。まあ、イラストレーターさんだけじゃなくて、結構ね、コメントとか、こうただこう、絵が好きだっていう方がコメントしてくださったりっていうのも最近多くなってきましたね。確かにね。そう、なんかそういう方ともね、ちょっと、にもこうもっと増えてほしいなと思ったりとかしてます、ね。いや、そうなんですよ。それやりたいんだよね。その絵描く人と、うん、こう、まあ、なんていうの、うん、書評っていうか、こう、コメントくれる人、うん、この人たちもね、面白いと思うんだよね。面白いと思う。チャンスできると。そういう感じで盛り上げていきたいですね。盛り上げていきたいですね。うん、まあ、私、今、記事書いてて、ね、私なりの言葉で書かせていただいてますけど、うん、やっぱり違う人が見たら違う感覚でその、作品を見るはずなので、そういったところもね、皆さんと一緒に、記事を作る感覚でコメントし合えればなっていうのも思っているので、ぜひぜひ絵が好きな人はコメントをたくさんいただけますと嬉しいです。嬉しいです。ですです。そういう感じですね。って感じで。はい。オフな感じで。まあなんか、はい、取り留めもないですが。取り留めもない。取り留めもないですが。取り留めもないですが。今日こんな感じでいいんじゃないですか。お茶たちゅたたちゅちゃっとちゃっと。大変ですね。何ですねそれ。じゃあ。はい、さようなら。さようなら。バイバーイ。オッケー。ゆるいね。